北朝鮮がミサイルを発射したということで、この軍事衛星の打ち上げという見方ですけれども北朝鮮はねロシア技術を導入してね技術を強化しているということそれから何度もこれまでえ偵察衛星軍事衛星の打ち上げをしようとして失敗してきた今回もしかして成功するんじゃないかと言われていますけども、まあ、どうやら失敗。 失敗らしいといととうことですね失敗してざまあ見やがれっていうのは簡単なんですけども核それからミサイル両方とも北朝鮮は失敗失敗失敗。失敗 失敗を重ねて成功してますからやっぱ失敗は成功のもとなのでザマあ見やがらで終わる話でもないんですよ。これ失敗を積み重ねねるるといつか成功すすんですよ、ね、北朝鮮が偵察衛星を周回軌道に乗せるとどうなるかなんですけどもこれ結構 こう日本にとってはね結構ややこしいことになるんです。ここで、ね、偵察衛星、日本の脅威にと。ですからミサイルそのものの実験でミサイル自体が脅威だいうのが今の段階なんですけども偵察衛星ができるとミサイルの運用能力が高まるんですね。ちょっと読みます。 北朝鮮が21日に発射に成功したと発表した軍事偵察衛星について日本政府は地球周回軌道への衛星の投入は確認されていないと疑義を示したただ北朝鮮が今後も衛星打ち上げを強行し高度な偵察能力を備えれば保有する各種弾道ミサイルの効果的な運用につながる政府は対抗手段として反撃能力を含む統合防空ミサイル防衛の構築を急ぐ 衛星を地球周回軌道に投入するためには一般的に秒速7.9キロ以上の速度が必要とされる政府関係者によると今回はその速度に達しておらず複数に分離したうちの1段目が予定区域の外に落下したことからもうまくいかなかった可能性があるとみるしかし仮に今回の打ち上げが成功したとすれば日本にとって脅威となる可能性がある軍事偵察衛星はミサイルなどの攻撃目標を上空から把握するのが主な目的だ 北朝鮮は現在自前の衛星による偵察能力を有していないが早期に数個の偵察衛星をを追加で打ち上げるる計画を示している複数の衛星によって標的を監視できるようになればミサイル攻撃の正確性が向上することになる。 北朝鮮はこれまでアメリカに届く ICBM のほか日本韓国を射程に収める単中距離ミサイルの発射を繰り返している有事にはアメリカ本土や在日在韓米軍基地が標的となる可能性が高くこの際に衛星は標的を特定する役割を担う衛星の打ち上げの成功は核弾頭を搭載した ICBM の発射技術向上にもつながる一方北朝鮮は極超音速や変速軌道など既存の防衛網では対処が難しいミサイルの開発も進める政府は 昨年12月に閣議決定した安保3文書で弾道ミサイル防衛だけでなく反撃能力の保有を盛り込んだその主要装備であるアメリカ製のトマホークや人認識地体感誘導弾能力向上型の前倒し配備を目指しているのは北朝鮮ののミサイル開発のペースに対抗するる狙いいもあるととうことですねですからなんか衛星打ち上げて電話がつながるのとかネットがつながるのみたいな話じゃなくて。偵察衛星衛星星軍事打ち上げるということは 彼らのミサイル運用能力が上がるということなんですよねですから核開発ミサイル開発そして偵察衛星の打ち上げというのはもうこれは3点セットなわけですから こういうね国連の決定に反してめちゃくちゃなねこういう実験をすること自体は大変遺憾なことでありこんなもの許しておったらいかないわけですけどもでもね核を持ってしまうとややこしいんですよね一度持ってしまったらそれをねなくすというのはなかなか難しいことで持たせてはいけなかったんですけどもね国際社会は反省しなきゃいけないところです。でこれね日本側がどどう対応するかってて非常にに難しくて結局どんなに精度を高めて って言ってもミサイルポークって完璧っていうのはないんですねアメリカの迎撃ミサイルですら敵中率3分の2ですからでもマッハ10とかで飛んでくるものをマッハ2とか3で打ち上げたやつがね射抜くこと自体がすごいことなんですよすごいことなんですけどもそれでも敵中率3分の2なんですよですから3 一一発発撃たれたれららは撃ち漏すすんです最先端の能力を持ってるアメリカですらそうなわけですよ。とするとですね日本がいくらミサイル防空システムをね構築すると言っても向こうが3発4発5発撃ってきたらまあ一発ぐらいは撃ち漏らすと見ておかなくちゃいけないわけで核ミサイルが5つ着弾するのに比べれば1個で済めばだいぶいいんですけどもそれでも1個受けちゃうと街消滅しますからね。 なのでこれいくらね防空システムを作ったところで完璧にはならないわけです。パトリオットリッ置いいてもあまり意味ないんですね日本海に浮かべているイージス艦が対処するということなんですけども最後打ち漏らしたらもちろんパック3ねパトリオットあるんですけどもただパック a c 3って致命的な弱点を持ってるんですよ。パック3の最大の弱点は着弾地点に配備しておかなきゃダメなんです。 ずれたら対処できないんですよ着弾地点の近くにパック3置いておけば迎撃できますパック3って元々何のために開発されたものかと言ったら米軍基地を守るためのシステムなんですねだから狭いんですよ米軍基地ピンポイントですから米軍基地を守るためのものですから 例えばね、東京都に1個置いたところでもう半径数キロ、まあマックス10キロしか迎撃対象にならないので、ですからあの、東京駅にパック3置いておいても、池袋とか新宿とかに着弾するやつは対応できないわけですね。 だから日本中に置いとかないとダメでこれ無理ですよだから人口密集地にね、多少置くぐらいの話でだからもう最後パック3があるじゃんっていうのは気休めにもならないということですまあこれに対処しようと思ったらやはり敵基地攻撃能力ですよ あ、撃つなっていう時に先回りして発射基地を叩いちゃえばいいわけですからだからもういくつかでやるしかないだからまず敵基地攻撃能力を持って発射しようとした時に敵基地を叩くそれでも撃たれてしまったらイージス艦が早期に対処する。 これもね高高度で狙えるものも今開発中ですからそれで打ち漏らした時どうすんのっの本当は地上型イージスもあるべきなんですけどもねで最後の砦はパック3だけどまあそれはちょっと範囲が狭いので本当にやられたらやばい場所に置いておくぐらいしかできませんよね。まあそれだってまあね北朝鮮を経済的に締め上げてね力を持たないようにするということはですねまず大前提だからもう一度持たれちゃったら後対処したらいいっていうのがないんですよ。 だから持たせちゃいけなかったんですけどね。今から公開してもしょうがないことですけども。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。